距離を突き歩いたら、あとどれくらいの寒い夜を重ねたら、あとどれくらいのさよならを流したら、まぶたの奥の泉が枯れ果てるとか、千年後もきっと続くだろう、そう思ってた空洞を満たして溢れてしまうほどの切れちまい手を伸ばしたドアだった一言。